令和5年12月1日金曜日、昨日に比べれば暖かい日です。日差しも出て雪も溶けてます。今年もあと1ヶ月で終わりです。今日のガラクタいじりはソニーのビデオデッキの解体です。予想では1.5 キロぐらいの金属が回収できると思います。これから始めます。さあ、金属はどれぐらい回収できるでしょうか。はい、カバーを外しました。このカバー、先ほど測ってみたら1キロありました。もしかすると金属回収2キロぐらいいくかもしれません。昭和から平成初めの日本製品は必ず分解できます。ドライバー1本で分解ができるようになっています。今の製品にはない高度な品質です。ぜひ分解して直せる機械を作ってほしいと思います。金属もたくさん回収できます。約1時間で分解が終わりました。筐体の鉄の部分、これから測ります。モーター部分は後で分解し鉄を回収します。基板はゴミ処理です。チップも取り出せば買い取る方がいるみたいですが、面倒くさいので有料でゴミに出します。計量します。鉄が見にくいんですが、1.1 キロプラス1.6 キロです。 2.7 キロの鉄が取れました。予想より多かったです。今後からも頑張ります。